極刑を望んでましたので無期懲役ということで本当に残念です。事件当時、亡くなった2人と清掃活動をしていた影山初吉さん、今日の仙台高裁の判決に納得できないと言います。ここにゴミを持ちながら何ヶ月もかかって審理したんですよね。でその結果をですよ、高等裁判所で覆すということは、この司法裁判員制度まで言及しなきゃならなくなっていくと思うんです。影山さんは森藤被告に対し、自分の身をもって罪を償ってほしいと怒りをあらわにしました。無期懲役と言って今後ですね、その本人の思いを叶えたと同じなんです。刑務所に入るって2人を殺害しておいて自分は生きたいって、そんな身勝手なことありますか。